51。時刻は3時になりました。星野源さんお疲れ様でした。2024年4月9日火曜日、この時間はアンナのオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。東京は桜が散り始めています。お花見するなら今週がラストちゃんでしょう。この時期、芸能人は全員目黒川でお花見をします。リスナーの推しメンとかね、好きなタレントさんも桜の写真アップしてるじゃないでしょうか。それ全部目黒川だよ。うん。すべて、総じてすべて全部目黒川です。ねえ、お花見の季節ですから、もう本当に今週ラスちゃんだよ。うん。この時期の目黒川とブルーノーマーズのライブには芸能人が全員います。世の中の芸能人全員がいます。かき集めたように。会いたかったらみんなも行けばいいよ。芸能人に会いたかったら。代々木公園とか新宿御苑とかさ、いいお花見スポットも結構たくさんあるのに、芸能人はなぜか目黒川にしか行かないんですね。不思議だね。目黒川に行かないと芸能人じゃなくなると思ってるんですよ、芸能人は。目黒川にしか桜がないわけじゃないのに不思議だよね、本当に。本当にいっぱいいるから。花見行ったパシャみたいな。目黒川すぐ目黒川、誰々ちゃんと花見たよ、はい目黒川、パシャ目黒川、今日はちょっとこういうコーデでお花見してみました、パシャ目黒川、うん、例外なし、うん、すごいあれは本当に目黒川目黒川目黒川、普段目黒川いるわけではないかもしれないのに、なぜか桜の季節の後、目黒川に芸能人がいる。でもしかしたら目黒川から招待出てたりするんじゃない、うん、なんか、インビインビテーション。インビ届いてんじゃないのね、芸能人に。あいつら全員目黒川の関係者ってことなのか。ね、席用意されて、なんか席あります、みたいな。特別ありますから、みたいな。今日関係者いっぱいいます。ちょっと早めに来たらいい桜が見れるんで。でこぞって集まって結局さ、ワンサカになっちゃう芸能人が。それだよ。インビ届いてんだよ。なんかインフルエンサーがさ、一斉にさ、同じシャンプー紹介し始めるみたいな感じで、こう、目黒区から依頼されて宣伝してる可能性もある。それもある。うん。あの、あれ、こう、異様だよね、インフルエンサーが。いきなり、聞いたこともないシャンプーを急にみんな、こう、これ最近使ってるみたいな、載せるの、あれ、怖いよ、やめな。あれね、印象悪いよ、インフルエンサーに言いたいけど。いきなり、あれはちょっと、聞いたこともないシャンプーを、見たこともない。なんか本当にガチで使ってるんだったらさ、そんな一斉のタイミングじゃないじゃん、絶対。だしさ、やっぱ、あれなのに、ちゃんと、何、PR ってついてんのよ。みんな。ハッシュタグ PR。今つけなきゃいけない決まりがね、去年ぐらいから出てきたから、いやだからこうね、お花見もそうなんだよ。あんまりちゃんと見てないけど、僕たちはそのなんかさ、インフルエンサーとかが載せるさ、芸能人が載せてるこう目黒川、まあまた目黒川かと僕たちは思うじゃん。だけど、まあ、見てないけど、お花見の写真にハッシュタグ PR ってついてたと思うよ。みんな見落としてるけど、多分あれは CM なのよ。うん、 CM なの。今年も綺麗だなーって、ハッシュタグ PR。冷める。超冷める。やめてほしい。桜綺麗みたいな。夜桜も綺麗。PR。ハッシュタグ PR。いや、だからちなみにだから、目黒川全体に芸能人がいるんじゃなくて、流れてる中でも、中目黒に局地的に集合するんだよね。中目黒。あそこあの、目黒川の LDH。地があるらへん、あそこなんだよ、ピークだね。長目黒から目黒にかけて芸能人がどんどん減ってって、五反田で芸能人は完全に消滅する。五反田もいない芸能人、うん、五反田にはさらばしかいないんで。五反田にいる芸能人はさらば青春の光ぐらいなんで、
あと兵六ぐらい、うん、それ以外の芸能人はもうそこまでに減ってるね。もうほとんど中目、うん、いや異様だよね。なんか季節がそうさせんのか何なんでしょうね。桜もすごいよね。そんだけ芸能人を引きつけるってすごいよ。ここ数日天気悪かったけど、芸能人はそれでもお花見したのかな。天気悪かったね今年の春。なんか全体的に芸能人は嵐の中でも目黒川に行くんでしょうか。どうなんだろうね。行くんだろうな。うん、どうせ行ってる、散っちゃってるって言ってパシャ PR、 うん、ハッシュタグ PR。 何金もらえんの、なんなんもっとさ、なんか人多いじゃん中目黒って。別んとこ行った方が絶対芸能人は有意義に過ごせると思うんだけどね。あのほんと御苑、ま、御苑新宿御苑とかめっちゃいいと思うよ。広場あるし。マジでなんだね、ギチギチになりながらわざわざ中目黒、目黒川の前で写真、あれ何事、なんか何芸能人がいるって思われたいのかな。芸能人芸能人が芸能人芸能人すぎてわけわかんない。だから芸能人が芸能人を誘ってなんか目黒川に行くんだよ、うん、ねえ芸能人明日天気悪いけど本当にお花見するって言って、その嵐の中でもね、わざわざで、わざわざ連絡ありがとう芸能人、天気悪いけど芸能人だから行かないと。そうだね芸能人、芸能人同士の会話こんなんでしょ。しょうもないしょうもなさすぎる嵐の中芸能人ボバーって、もう雨に打たれ風に打たれながら、芸能人芸能人はぐれないようにさ桜見るよ芸能人パシャハッシュタグ PR 何の PR だよいやそんぐらいもうちょっと桜の威力がすごい。今年はさらに強かった気がする。いっぱい見ましたインスタグラムで桜前写真。僕は今年は載せてる、載せたっけ、載せてないね、載せてないわ。いや桜見てない今年、あんまり見てないよ。いやっていうかあの僕が行ってる美容院がもう目の前、中目黒、目黒川、目黒川が目の前だから、ゾイすぎてもう人多すぎてマジで通れない。もう本当に超芸能人なのに僕なんてもう通らなきゃいけないのにもう通れなくて。でもそこにいる人たちやっぱ芸能人探してる目するね。僕タクシーでもう本当に美容院の前まで行くってなって、なんかタクシーの中めっちゃ見てくるから、みんな芸能人芸能人って、芸能人も多分見てると思うその人混みの中芸能人絶対いるから、芸能人がタクシーの中見て、え芸能人乗ってるかなってジロジロジロって見てると思う。芸能人のこと、あやっぱ芸能人だってで芸能人が言ってる、で芸能人がこうラジオで言ってんのよもうわけがわかんないこのラジオもハッシュタグ PR つけるいやだからもうちょっと、まあ、正直迷惑だな、あの道が、まあ、いいことだけどちょっと本当にあの普通の仕事とかの人は大変だよな。あそこら辺に住んでる人とか大変だよ絶対。だってスタバあんじゃん、のあそこ何1400人とか何並んでた、スタバのボスみたい、あそこわかる、スタバのボス1300組並んでたらしい。あの工事なんじゃねえじゃん、工場みたいなスタバあんのよあの付近で。普段そんな人いないし、あーすごい工場みたいって外からガラス張りだから見れるんだけど、1300組、だからね、オーイースト埋まるよとかさっきみんなで喋ってたけど、いやもうだってすごい量だよ、溢れちゃう、うん、ねえ、多い人埋まってローソンまで並んでみんなわかんのこの話これ別に話したとこでわかんのいやだから入場待ちしてさ、ライフパワーの人入れた方がいいよ、うん、目黒川も A の10番までの人とか言って整備してちゃんと
った。すごいな。でもそれはお花見行って、でも桜を見るの、見るってこと。僕あんましたことなくて、お花見はとにかく、僕正直川のイメージなかった。なんか代々木とかでこうピクニックじゃないけど、ゆったり桜を見るというか、桜が散ってくる中なんかサンドイッチ食べたりするのがお花見だと思ってたから、お団子食べたり、そんなパシャパシャ撮って PR するもんじゃないと思ってたから、ちょっと覆ったね今年のお花見で。ギチギチでさ、こう斜面が花見っていうイメージになっちゃった、完全に芸能人のせいで。うん。でも花見自体僕あんましない。誘われたことは何数年前とかはあったけど、もうね本当に僕メディアでなんか誘ってくんのとか言い過ぎて、もう誰からも誘われないんだよ。めちゃくちゃありがたいんですけど、目黒川自体はまあ知ってる知ってるぐらい、まあ美容院があるし、結構、いい、落ち着いてるから、普段はでおしゃれだし、散歩コースの人も結構いると思う。散歩今できないね、この桜があるから。桜自体はすごい綺麗だし、好きですよ、季節を感じれるから。けどやっぱわざわざ見に行かないかな、ちょっと。よくわかんないけどね、桜はすごいです。朝桜はすごいです。何の PR にもなんないから、僕が桜を PR しようとしても。桜いいよな、桜っていいよな。いや桜はね、ほんとピンクだから、ピンクが可愛い。捨てま下手。まあだから桜ソングなのかの話もしちゃいますか。桜ソングだってさ、そんなさ、桜言ってたらさ、桜ソングのね話もしておこうかってなるよ。そんな言うんだったらさ、いいよ別に。いや別に怒ってないし、怒ってはないんだけどさ。怒ってないから怒ってるって聞かないで。怒ってはない。本当にだって怒ってたじゃんさっき。いや怒ってない。でも怒ってるよね。いや怒ってないよ。結構怒ってるよね。怒ってないって。さっきまで怒ってなかったの。怒ってるって聞くから怒ってんじゃんっていうやつ。うますぎんだよな僕この手のやつ。メンヘラムーブがうますぎて、なんか本当だと思われ始めて。前回もちょっとチームメンヘラのやつがちょっとうますぎちゃった。フミヤとの一連の流れが。先週ちょっと本当だと思ってる人いたんじゃない？僕、スタッフが思ってたの？本物出たと思ってたらしい。違う、僕ほんとエンターテイナー。やばい、なんかヤジマリーみたいでやだ。ヤジマリーみたいでやだ。ナチュラルヤジマリーはしんどい。違う。エンターテイメン。エンメンヘラテイメン。メヘラエンターテイメン。ワンチュラワンチュラワンチュチュメヘラエンターテイメン。はい、もう、桜ですよ、皆さん。もう桜の、でも桜のヒット曲って一時期めちゃくちゃあったから、なんか昔あったよね。昔かわかんないけど、最近はなんか季節をなんか限定するヒット曲が減った気もする。ちょっと桜曲みたいなのなくない？今ないよね、最近のアーティストで。ないね、ないわ。Spotify で桜って検索して上位にヒットするのが小袋、川口京子さんとか福山雅治さんとかファンモンとか、まあ、あと森山直太朗の桜、生き物係の桜ひらひらのやつとか、そこら辺だよね。僕もそこの曲は知ってる。結構ちょっとだいぶ昔じゃない？もうだいぶ昔だよね全部。
かなり昔だけどずっと売れてる。なんか桜といえば春といえばみたいな定番曲全部それ覆ってないのすごいね。ずっとあとケチメイシのさ桜舞い散るなんとかキュンとかんでるなんでんでるな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 んそれそれもうわっぱりだヘルリラ本当にさ曖昧なんですけどそこら辺だよね。いや僕が好きな桜の曲はあんま分からんけども、ほんとそこら辺のしか、まあ、ケツメイシかな。桜舞い散る花にのるんとかヒュルリラララララララルヒュルリラそれが一番覚えてるからちゃんとにわかでも歌えるくらい有名。うん、今挙げたやつ全部有名だよ。もうにわかでもさ桜桜でしょね。他に歌えるんだから桜桜今咲き誇る刹那に散りゆく定めとしてさらば友よ旅立ちの時かなるるるるるひるりらリラ行くとリラちょ惜しいな。ちょっと待って、結構歌えた今。僕の中では結構歌えるソングだった。珍しい。僕ね本当に人の曲あんまり分かんなくて、だから貴重ですね。生き物係の桜ひらひら舞い降りて落ちるヒュルリヒュルリラヒュルリすぐヒュルリ出すなもうだってむずいもん。そこら辺はみんなも大体わかるじゃんね。だけど桜舞い散る花のランチョがヒュルリラララララララヒュルリラ、これですよ。これがヒット曲。ヒットしました。かなり僕でも歌えるっていう。僕のあのちゃんというかあのの曲では桜ないからね。桜を代表するみたいな曲は季節があんまないかも。マイズでは多少あるけどあのでは一曲もない。確かない。そう、まあ桜がね、桜に手出してみるのもいいかもしれない。ただもう僕桜というか春嫌いなんだよねここまで言っといて春が苦手。もうちょっとダウナーになっちゃうんだよ、ね、ちょっと春って気分下がる。だからちょっと桜の曲したとしても多分ちょっと気分悪いというかダウナー曲になると思う。しかもそれでさ桜に手出した上でこけたら最悪じゃない。えぐいよ桜に手出してこけた時。もうなかったことにしたくなるもんねその曲を。いやちょっといつかね、来年は出てるかもしれない桜曲。ダウナーの桜曲はどうですか。いいんじゃないですか。うん、やっぱねケツメイシさんとかちょっとテンション高すぎるね。僕には無理だなんであんな桜であんなテンション上げれんだろうって思っちゃう。だからちょっと出すならダウナーチックなオルタナティブ系とか桜でオルタナティブ珍しいよね。シロップか。うん、確かシロップの桜もねいいですね。いやちょっと乞うご期待で来年の春は。はい、ということで、あれそうか、そうですかじゃあ今週も始めていくぜ。アナのオールナイトニッポンゼロ。俳優の前田ゴードンさん、同級生に勝手に靴下売られてたらしい。最低のニュースです。最低のニュースが舞い込んできました。あのポカポカの生放送でエゴサをするかというテーマの発言
テーマでの発言で、エゴサしたら一緒に寮で生活してた同級生が前田さんの使用済み靴下っていうので売ってたらしい。え？なんで持ってんのって感じ。それが事実なら、うん、嘘なのかな。寮で生活しててさ、なんで前田さんの靴下持ってんだろう。紛れ込んだのか、同居してるから。なるほどね、それをもうもらっちゃったんだ。バレてないだけど、でもこういうことするやついっぱいいるだろうね。うん、使用済みとまではいかなくても愛用とか着用とかで勝手に宣伝で名前使われてたりさ、めちゃくちゃするじゃん。結構あれ良くないと思う。僕もね、結構知らないところでね、勝手に使われてますよ。なんかあのちゃんがあたかも使ってるかのように商品を売ってたり、普通にそんな使ってないのに。あとはまあ、なんか古着、なんか物をさ、こうフリマじゃないけど売るやつあんじゃん、なんかフリマサイト的な、そっち系でもあのちゃん着用でジャージとか古着が売られてたりするんだけど、全然着てないの、着てないのに全部あのちゃん着用とかあのちゃん愛用とか書いてあるから、ちょっと本当に騙されないでほしい。みんなハッシュタグっていうか、そういうとこにタグであのちゃんとかつけてるパターンだ、まだ、まあ、あのちゃん好きな人が調べて引っかかってってとこを狙ってるから、あのちゃんが好きそうな人はこの古着も好きだよねっていうとこじゃん。まだギリ、まあ、それもちょっとなんか気分悪いけど許せるけど、愛用とか着用書いちゃうのはもう詐欺ですから、本当に許しませんよ僕は。うん、僕の使用済み靴下買ったことあるよって人いますか？許しません。もう買ったことあるも同罪。売ってる方も悪いけど、買ったことあるよって人も僕は許さねえよ。うん、本当にちょっとそれだけは勘弁してください。みんな気をつけてね、その芸能人の愛用着用はしっかり写真調べた方がいい、その人が着用してるかどうか。うん、詐欺だから本当に基本クソ、うん、嘘ですから全部が。しっかり皆さん心持ち高くお願いします。はい、ということで生放送ですので、番組ではラジオを聞いている方からもメールで参加してもらいたいと思います。リアクション感想メールをお待ちしています。受付メールアドレスはano@allnightnippon.com ano@allnightnippon.com ano であのです。 X はあの ANN0 でたくさんつぶやいてください。さて、この番組はライブ配信アプリの17でも、東京中央区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。17のアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でもお楽しみください。ここで1曲、ゴーイングステディーかよ。二人のために二人にだけ
Thank you.
あの兄、わがまま桜あのちゃん。ねえ、やだ、下から写真撮んないで、ブスに見えるじゃん。上から撮って。やだ、あ、そこの一眼レフ、何下から撮ってんの、上から撮って。アノのオールナイトニッポンゼロ。この角度のライトアップ全然漏れない、やだ、もう切って。あのちゃん、あのちゃん、オールナイトニッポンゼロやってるよ。常識では考えられない深夜3時スタート。人間が笑っていい時間じゃない。初めからそう分かってたはずなのになぜ。この時間からやらせといて、コンプラ守りは無理がある。コンプラ守らない僕をお前が守れ。Hey! アナのオールナイトニッポンゼロ。あのちゃん。キレッキレの風呂なの、何回聞いてもクンクの守りは無理がある、コンプの守りは無理がある。すごいですね、即興で。はい、メール読む。ラジオネームはちみつ工場さん。目黒川の桜の件ですが、絶対にイチゴが入ったピンクのシャンパンを飲んでいます。あれもハッシュタグ PR か。いちごが入ったね、ピンクのシャンパン。いや、のん PR もうやめな、もう PR やめましょう。これ春だけの話、なんか他の季節もあんじゃない、もしかしたら出てくるよそのうち。またここで多分文句言ってるよ僕。桜ねえ、ちょっと嫌なのよ。いや、その個人的だけど、そのいちごの入ったピンクのシャンパンとかもちょっとやめよ、なんか鼻につく苦手です堂々と言いますけど、に投稿する前にちょっと考えましょう、よくこれ自分知っていいのかっていう、したら自分がちょっと下がっちゃうっていうのをインフルエンサーの方々とかみんなはちょっとしっかりこの生き方で本当に私はいいのかなっていうのをしっかり確認してから SNS もやるべきかもしんない。誰が言ってんの、すぐオーロラするやつが自分刹那的なツイートばっかするやつが今言ってて、すごいなんか自分誰が言ってんだろうと思って僕はこの生き方を選んで生きてるので、みんなもちゃんと自分の生き方を選んでください。あなたはダメ嫌なやつはい、ラジオネームライラックさん。ハッシュタグ PR つけずに目黒川の写真アップしてる芸能人ちらほらいるけど、これ目黒川のステマ、謝罪会見ラッシュになるんじゃないいやそうだよ、ハッシュタグ PR つけてないやつはマジでダメよ、もう謝罪よ謝罪。これほんといけないことですからね。うん、これはあのせめて目黒川の写真アップする芸能人はハッシュタグ PR つけましょう。それはもう最低限
もうその生き方するのは知らないもん。僕はあんま嫌だけど、それをするんだったらハッシュタグ PR 必ずつけましょう。ほんと謝罪関係会見ラッシュになるよ。大量発生だった。気をつけましょう皆さん。ラジオネームコールマンさん。僕にとっての桜ソングはやはり福山雅治の桜雑貨です。あ、愛とし、これ歌う愛として歌うのに春はやってくるのにヒュルリラ、実にヒュルリラ何このメール実にヒュルリラって何いや、いい曲だよねこれ。これ文見てようやくメロが僕思い出しました。この曲いいよいいよって言って全然覚えてないけど、この曲はいい。実にヒュルリラ実にヒュルリラ、何ヒュルレオガリレオみたいな、実にヒュルリラ。今再放送やってますから、ガリレオ昼間か夕方にラジオネームすだちさん。ヤフオクでプーマのジャージがあのちゃん着用類似と書いて売られてます。着用画像を見てみたら、あいみょんが着てました。どういうこと？待って。類似って何？着用類似？どういうこと？着用はしてない、あのちゃんが着用したのと似てますよってことだ。嘘は確かにこれついてないね。じゃあ、あいみょん着用でよくねえかって。なんで、あいみょん着用にしないわけ？なんで巻き込まれてんの僕。あいみょん着用にすぐ変えてください。それはその方が売れるって絶対。ラジオネームシグさん。あのちゃん着用 6L サイズジャージというのを見つけました。あのちゃんって意外とでかいんですか。僕 6L サイズ着てんの？いや絶対違うだろ、絶対嘘だろ。え、僕そんなでかいの？ 6L って何？え、僕結構でかいの着るの。これとかもでかいけど、せめて XXL だな。せめて、だいたい M か L か XL か XXL なんだけど。で、意外とね、身長も高いって言われるんですよ。もう会う人会う人に必ず言われるの。意外と高いんだねって言って、まあ、僕意外と顔、この顔の割に高いんです。166ありますって。うん、フォーマットでだいたい説明するんだけど。6L はないでしょ。何 6L って。見たことない。海外サイズじゃない。いや、だからこれ、あのちゃん着用じゃないんじゃない?6L 僕さすがに着ないでしょ。どうなんだろう、どのやつだろう、ちょっと見たいけどね、写真。大鶴肥満しか着れないよ。スクショとかちょうだい、その写真の。それ僕が着てるかちょっとジャッジしたるわ、じゃあ。送ってください。6L って。はい。じゃあ、ここで、スペウィーのお知らせです。来週4月16日の放送、番組にこの人が来ます。ゲンナンボーイズ、ミナツカズノブラ！おっぺげべー。はい。ミネタ様とラジオで初めて対面するド緊張ラジオをお届けします。今まで向こうがね、ラジオで名前出してくれてたり、まあ僕もお互い気になる存在ではあったんですよ。でもこうしてお会いするのは初めてです。もう死ぬほどもじもじして終わる可能性あります。ってことでね、ミネタさんとの放送ですが、今週録音しますので、メールくだせー。募集したいのが2つあって、1個がミネタさんへの質問、もう1個2人が話すトークテーマを送ってください。まあ本当にトークテーマあるのは助かるというか、あの人見知りあるあるもトークテーマあったら本当に助かんねん。どっちも人見知りの可能性あるから。僕人見知りの割に本当に今までゲスト来てちゃんと頑張って喋ってるよ。もう本当はあんな喋る、今までがうまくいってただけで、ミネタカズノブたち相手がどうなるかわかんない。で終わる可能性あるから、テーマを募集する。トークテーマのジャンルを2つ指定します。
音楽についてのトークテーマ、そして恋愛についてのトークテーマ、これをください。音楽だったら、まあなんだろうね、ライブの前のルーティンはとか、おののライブ、お互いやっぱライブ好きだと思うから、まあ、そこについての質問があったりとかしたら聞いてもらって、恋愛だったらまあ初恋はいつとかそういう感じです。まあ、ミネタさんは確か恋愛とかなんかイメージあるか、童貞の神的な存在でもあるから、初めて女の子の手を握ったのはいつですかとか、まあ、ミネタさんに聞きたいこととか主に送ってもらえればいいですね。うん、それを募集します。懸命にそれぞれ質問、音楽、恋愛と書いてください。メールの締め切りはドゥルルルルルルダン、4月11日木曜日中、はい、4月11日木曜日中までに送ってください。あと今回のスペシャルウィークですが、木曜日深夜1時からのナイティナインさんの方にも僕がゲストで出ます。もう何をするか僕全く知れません。なんか漫画とか書いてあったけど、僕は何もしないよね。もう僕は漫画全然知らないぞ。なんで僕結構漫画読まないから、書くのかな、書く方書く方で呼ばれた。まあでもグルナイの漫画はね、小学生の時書いてたから。それでグルナイの漫画って何なん。でも、まあ、出ますから、まあこれもね、あの聞いてください。すごいキレられるのかな、何著作権無視してグルナイの漫画書いてんだよとか言って吉本に殺されます。スペシャルウィークお楽しみに。女子大生シンガーアヌチョムのラジオが見られるのはライブ配信アプリの17だけ。誰でも簡単に無料で楽しむことができるんが、オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でも楽しんでくるめんす。アヌのオールナイトニッポンゼロ。そうか。
あの兄。オフサイドを覚えたあのちゃん。あ、もしもし、明日ってさ、何時集合だっけ？え？ 8 時名古屋駅？早くない？さすがに8時名古屋駅はオフサイドでしょう。いや、いくら入るのに並ぶからってそんな早く行ったら絶対オフサイドだって。会場11時だよ。アノのオールナイトニッポンゼロ。オフサイドすぎるよ。アノです。アノちゃん、オールスター感謝祭2024春総合成績2位。よっしゃー、よっしゃー、みんな見たか、こりゃでかしたぜ。みんな見た2位の瞬間、あんなうるぱいる。エンドロールの中ここで多分やったーとかよっしゃーとか言うべきなのに、もう信じられなすぎて、なんで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 か知らねえよ。でもこっちおめえが答えたんだよ。みんなのが知りてえよな、なんでって。いや本当にあれは自分でもびっくりだったんですよ。もうなんか成績発表ってなってドゥルルルって早いじゃん、なんかネームがめくれてくのが。で僕まばたきとかまあ大きいから人よりその瞬間に見逃したのかなと思って、あやべえ何位か見れなかったとか思ってたら、もう残り3位まで一気に発表されるのか、4位か、4位ぐらいまで。で3位は俳優さんだったんだけど、であと2位1位で絶対まあまあまあ一人はわかるじゃん。であと誰とか思ってて、で候補の嶋佐さんとか、ニューヨークの嶋佐さんとか川島さんとか、あと伊沢さん、あの東大のクイズ王とかも出てるから、え誰みたいな、僕も誰とか言ってたのよ。そしたらピョン、あのあのびっくり、後ろヒコロヒー、もう本当になんかもう僕なんでって僕ヒコロヒーに聞いちゃった。知らんわみたいな。でなんかもうあのってなった瞬間、もう隣の花札マンも立って立ち上がって、花札マンがバーってえーって、まあその花札マンは後で説明するんだけど。いたのよ、なんか花札マンって人が隣に。いやだから本当に周りもびっくりしてた、えなんでって、本当に隣の水谷さん、水谷純もすごいびっくりしてたし、もう本当周囲の皆さんがなんでみたいな感じで、僕もなんで2位になれたんだろうっていうのをその時は分かんなかったけど、冷静にねやっぱり考えてみたら、まあはっきり言って運が良かったっていうのはまずあるんだけど、だから今回正直まぐれなんですけど、まず自分の問題がちょっとたちまち出た、結構たちまち出ましたね自分の問題が。まずこれが感謝祭で盛り上がるハイ&ローみたいな、この音楽とかに乗せてなんかワードが何回出てくるか、これが10回より上か下かみたいなクイズ、これ本当に盛り上がるんだけど、それであのちゃん中多様性流してくださって、で中多様性が流れて盛り上がってて、この中のゲゲゲロゲゲゲロゲロ中のゲットの回数は35回よりもハイかローかっていうクイズだったのね。でこれ僕なんかわかんないけど絶対ハイだなって思ったの、ゲゲゲロゲゲゲロゲロ中めちゃくちゃ言ってるし、もう何も考えれてない、もう何にも考えれてないけど絶対にハイだという自信があって、絶対ハイ絶対ハイと思って、ハイがボタン1番かな、1番とかでもうずっと連打してたらよしと思って見たら間違えてたの、ローの方押しちゃってて、やべ間違えたって大きな声で言ったの。そしたら隣かなんか席が霜降り明星だったから、こう霜降り明星の2人がなんかそれをね、まあ僕結構な声量で言ったか聞こえたから逆をしたんだって、僕の多分もう身を乗り出してたの見て
わかんない。もうとにかく僕が、あ、僕は、あのね、ローしちゃったって言ったから、結構もう最悪な客なんだけど、ローしちゃったとか言って、逆だ絶対とか言って、そしたら下堀は逆をしたっぽくて、で、本人がさ、だってさ、本人で歌ってる本人が、はい、ローで、あの、絶対、あの、はいだって。絶対はい、間違えた、ローしちゃったって言ったらさ、じゃあはいが正解だってなって、二人とももうはい、多分連打して。そしたら、正解。もうめっちゃ盛り上げ、ゲッゲッゲラで、回数がカウントされていく中で、もう34ぐらいだったら、ロー、え、僕合ってたと思って、やったとか言って、なんか間違ってると思ったら合ってましたとか言ったら、もうなんか隣がもう粗品がなんか綺麗な綺麗ってなんか何をしてくれてるの何をしてくれてんの貴様いやもうガチすぎて粗品はちょっとガチすぎて、でもごめんって、せいやもうなんか騙されましたあのちゃんにみたいな、いやもうほんとごめんって感じ。でもだからその押し間違いで正解したの、まずこれも運が良かったと思う。うん、これだって普通に言ってたら僕間違ってるから、でまず稼げてるじゃん。でその後も僕の LINE の未読スルーの回数とメッシの通算のなんかゴール回数みたいな、よくわかんない、もうそれ自体わかんなくて、僕メッシの何とか思いながら、けども僕未読スルーが今現在段階で LINE が1500件ぐらい、あの未読スルーのがあるから、もうじゃあさすがにメッシの何か知らんけど多分勝ってるなと思ったから連打したら、あのやっぱり僕がメッシより上で、メッシに勝つことあんだとか思いながら、でもまあ正解したし、その後もなんか虫歯の本数が一番多いの誰みたいなんで、3択で僕と錦鯉の長谷川さん、正則さんかと、まあ、粗品ってなって、まあ、これも僕ゼロ本だから、うん、僕に関わる問題だからラッキーと思って、でまあ粗品の虫歯も多いの知ってたし、正則さんは歯がそもそもないだからイージーというか、まあ、僕結構主要有利だったから、関わる問題が結構出たっていうのがまずでかかったなっていうのと、あと予想系のクイズ、あの俳優アーチェリー感謝祭名物のあれね、あれもすごい面白いし、もうあの若子さんがめっちゃ面白いんだけど、あの時の本当に何あの女とか言ってあれがおもろすぎるんだけど、でその問題も、まあ、なんか学力がいらないっていうのが本当にいいんだけど、オールスター感謝祭ってもう本当ありがたい。でそのアーチェリーも俳優さんが5人かな、 1番が長谷川博己さん、2番が大貫勇輔さん、3番が松下洸平さん、4番が瀬戸康史さん、5番が高橋文哉さん。いやもうこれさ、このオールナイトニッポンの後輩中1がいるじゃない、もううちのサブ作家志望の若手俳優高橋文哉がもうこれは高橋文哉に入れるしかないぞと。しかも前回のあの感謝祭でもう1位なのよ、高橋文哉。いやだからもうこれはもう絶対に高橋文哉、文哉頼むぞって思って押そうと思ったら、パッとねこう選択肢が出るんだけど、 1から5番出てきて、1から5ってなったの。パニックパニック、1から 5？ え待って、えそれまで4択だったの、2択か4択だったの、ボタンが5になった瞬間僕もうパニックになっちゃってもうそこがバカなのよえ 5?5?5? え待って5個になっちゃったパニックってなって、ま多分説明されたんだけど聞いてないし、あと時間制限もあるしパニックで、で色分けがされてんのね、1は赤とか2はなんか緑とかがあるんだけど、ちょっとそこうろ覚えなんだけど、私は4が黄色で5がオレンジみたいな感じで、もう本当にさ、なんで分かりづらいんだよと思いながら、もうでも時間がない、もうパンって押したら4番の瀬戸康史、ミスった、最悪こいつじゃねえ瀬戸康史じゃないとか、お前フミヤごめんフミヤ間違えたとか言ってもう本当にず
ずっともうなんかミスったみたいな、もう本当にもう僕ずっとブツブツ、もうみんなのさ俳優さんが真剣にアーチェリーやってるのかマジでミスったみたいな瀬戸康史じゃない絶対違うみたいななんか言ってて、もうそれって別に何の根拠もないんだよ、単純にやっぱ前回1位の高橋文哉かなとも思ったのもあったし、結構自信あったの、なんか高橋文哉 やれそうだなみたいな、結構人気だった、高橋文哉周りも最終的に結果知った時に、でそし、うん、でまあこうやってくんだけど、瀬戸康史さん最初300点入れたのね、ほらーって言ったの、僕はもうほらーってほらー300も一番低い低いよとか思って、もう何をしてくれてんの何をしてくれてんのよとか思って、ね、2発目これ大体2発しかやれないんだけど、で合計点を競うんだけど、で瀬戸康史さん結構ね緊張してなかったの、なんかすごい大人の余裕があって、やっぱパンってやった、1000点に入れたの、あおおおおちょっと風向き変わったぞ結果瀬戸康史1位よっしゃありがとう瀬戸康史さんと思って、フミヤは2位だったね、フミヤもすごいな、高橋フミヤくんもめちゃくちゃすごい成績だけど、瀬戸康史の1000点がすごすぎて瀬戸康史さんが1位だったの。うん、だからその時私多分せいやとか粗品とかは高橋フミヤに出てたから、ちょっとよしって感じだったの。あもうこれもミスって当てたってことよ、おしん誰に入れたっていう会話はなくて、終わって結果が出るとランプとかがつくから、ランプついてる人が正解なので、そうでは僕はランプついてるし、まあその後に誰に入れたのとか言ったら、私なんか松下洸平さんとか高橋文哉ってなって、そうそう周りは結構高橋文哉さんとか多くて、いやだから本当にもう本当に失礼だけど失礼当てしたね、これはもうよかった、本当当てれてよかった、でかいじゃんこんな、いや本当にありがとうございますすごかった、ちょっとすげえなって、でその予想もやっぱ当てれたし、あとマラソン、これミニマラソン、これもね名物、もうほんと超名物だけど、これがね僕ね今回オールスター感謝祭出るの出させてもらうのが3回目で、で前回の2回は過去2回とも全部当ててるの、ミニマラソンの予想1位予想、これすごくない？で初めて出た時も、初めて出た時なんて、まあ、コロナの近くだったからコロナの近く時期だったからリモート席だったの、スタジオも人数限られてるから、ちょっと 別室のスタジオからやってたんだけど、その時も3、4人とかしか予想してない、まあ、3人ぐらいかな、それしかベットしてない人に入れて当ててんのよ1位、誰もっつったら少人数が眼中にないみたいな感じ、みんなが。で前回は K さん、Nチームの K さん、それもこの時はなんで K さんにしたんだっけ、なんかねこの駅伝選手とか大体来るじゃん毎回、なんかもう最後にさ、なんか前までワイワイナミとかいたけど、なんか最近駅伝選手が出るんだけど、この時はなんか駅伝選手の左右の靴の色が違ったのね、いやこういうことする人はダメだろうと思ってこれはポイントだった、うん、これ違うと思ってその人と迷ってたんだけど、でケンさんはまあ走るの早いってその自分でも言ってたから、なんかあと若いっていうのもあって、だとダンス経験もすごいずっと現役でやってるわけでしょっていうので、ケンさんにかけたら、これもそんないなかったよかけてる人、そしたら1位だったの、過去だから2回止まってんの、今回は。いやだからね、まず一番人気は絶対避けるのよ僕、その今まで避けてきてるんだよね、
だからそれで外してたらさすがに一番人気したりとかすると思うけど、今まで当ててるから2回とも、だから今回も一番人気を避けようかなと思って、で今回 K さんと駅伝選手が人気で、であとやっぱ K さん、うん、なんかハンデもめちゃくちゃ多いから、ちょっとかわいそうというか、なんか絶対あれかなみたいな、疲れちゃうなとか思って、まあ一番人気だしちょっと避けようと思った時に他の人あんま情報なくて、だから名前の欄があるんだけど、 K さんの下にいた人がオーブの佐野さんだったの。この人にしようって思ってこの人にかけたら、その人入れたのね、佐野さん、オーブの佐野さん。そしたら結果2人しかその人にベットしてないのね。え、あと1人誰みたいな、2人、うん、まあでもいっかと思って、まあレース始まってよーいスタートってなった、あと1人誰だろうなと思ったら隣から佐野いけー佐野いけーって、うん、終わったいやもう粗品よ、粗品がおい佐野いけー佐野いけー頑張れとか言ってて、ガチの予想屋がお前かいと思って、もう競馬だったら終わってんだろ、もうこの時点で競馬だったら本当に終わってるよ、呪いで。だからもう他人になろう、しかもすっごい目立つじゃん、なんかずっとさ、しかも 2人だから、なんかもうちょっとなんか本当に何の縁かなって思うぐらいだったけど、もうなんかもうでもずっと叫んでるし、佐野さんがこう折り返し地点来た時もずっと前出てなんか佐野いけみたいに言って怒鳴ってるから、結構他人のふりしてたもん。僕も佐野さん頑張ってほしくて応援したいんだけど、もうなんかやばいやついるからなんかもうずっと普通に観戦してた僕は。で普通に見てて、そしたらなんか女子一般も走るじゃん、女子一般走り出した時も見てたら、あれみたいな、あのがいるあのがいるぞってなったら金太郎で金太郎さんがもうトップスピードのあのが発射して、でスタジオの折り返し地点までね金太郎さん来て、あのちゃんの格好した、で僕のとこまで来てくれて、もう悪いから僕降りすぐさ降りて、その下まで、そしたらなんかキャキャキャロキャキャキャロチューとか言うだけで、もういい走ってと思いながら、僕も一緒にキャキャキャロとか踊ってあげたんだけど、もう一秒もカメラに抜かれてない。あれね、もう去年の金太郎さんもそうだったんだけど、去年は金太郎さんジャミーンをやってたのよ去年とか前回か、前回はジャミーンをやってて、で阿部寛のモノマネしてるさ鶴さんいるじゃん、それもなんか掛け合いしてんのよ、折り返し地点ってめっちゃ面白いの、折り返し地点が。そこでなんかジャミーの真似して、お前どれに行けやみたいな、なんかよくわかんないけどなんかそのやりとり1秒も映ってないの、もう今回も僕とのやりとり1秒も映ってない、もうなんかすごいよね折り返しの金太郎が、本当にみんなに見てほしい、面白すぎるから、本当に面白いね。いや、あのわざわざ衣装まで毎回ね揃えてくれるから。で一般男性の走る人たちも出発したら、もうトップスピードの花札マンあれ何花札マンが花札両手にこうやって何あの走り方トップスピードの花札マンが両手花札持って何なの姿勢何あれあの走り方面白すぎるから何なの霜降りって何なの、なんであんなに面白いのシンプルになんかさ漫才おもろいじゃん、なんかああいうとこでもずっと面白いよね二人ともなんかカオス本当にいやなんかびっくりしたちょっと。でも結果ね、オーブの佐野さんが1位でした。もう本当にありがとう、でかした。こんなさ僕3回連続だよ、過去全部出てる全部3回連続、これは結構でかかった予想。
頭が良くなくても本当にこういう予想だったり運でいけたなって感じで、運が今回ちょっと良すぎた、もう調子良すぎた、うん、正直で、その後のクイズ系はもうあんまダメで、あの1ピリオド全問外しとか結構ね、もうわかんない、むずい、ちょっとむずかったわ問題が、外しまくって、でも、もうダメかなみたいな、なんかちょっと結構僕独り言多いからもう独り言超多いから、なんかあーみたいな、もうダメだみたいなこと言ってたら、なんか僕の隣から、諦めるのだけはダメ花札マン諦めるのだけはダメよ、あのちゃん花札マンが応援してくれて、もうずっと、もうなんか諦めるのだけはダメだからって、もうなぜかヒーローみたいなこと言ってて、花札マンってね熱いんですよ熱いのよとにかくそう、本当にそれで、まあ粗品とかもそういうこと言ってくれても、僕もちょっとなんかせっかくなら頑張りたいし、諦め、本当に諦めないと意外といけるからみたいなこと言ってくれて、ちょっとまあ頑張ろうと思って心を持ち直したりとかして、であとやっぱ一個惜しかったのが、ドラマチーム対抗イライラレースみたいなやつがあって、ドラマ、まあ今年の春のドラマをねやる人たちがチーム対抗で、なんかなんだろうな、ゲームを一個ずつゲームをして リレー形式でやるんだけど、そのゲームがちょっとむずいというかイライラする、集中力高くないとクリアできないみたいなゲームがあって、これをどのドラマチームがこう勝つかっていう予想、これも予想クイズなんだけど、で僕これがね、これも予想してたんですね。ここも永野芽郁ちゃんと高橋文哉がいるチームを僕はかけようと思って、考えてたら、そのパッてこう、じゃあ選択してくださいって始まったら、みんなのこう映像、顔写真とかを載せてくれないと僕分かんなくて、文字が出たのモニターに、で分かんなくて、それがもう誰、人数多いじゃん、全員分書いてあるからごちゃごちゃで、僕どれってなっちゃって、タイムオーバーになっちゃったの。でもまあ予想はそれで、霜降りの聞けば分かるけど、僕結果出る前から2人にもう特にせいやが隣いたから、僕あの人だと思う、あのチームだと思う、永野芽郁ちゃんのチームだと思って言ってるから、そしたら結果そこのチームが優勝したのよね、1位になって、それ当ててたら僕今回1位でした、総合粗品。だからその結果的に、そう、結果38問正解の同率で、時間差で粗品が1位だったの。それを押しとけば1位だったんだよ、僕が。そんな未来があったんだよ。でもダメでした。クソクソだ。やっぱスピードはね、もう粗品はダントツだからさ、まあでも粗品が多分1位だろうなって思ってた中で、僕はまあそう本当に2位ってなると思わなくて、で1位2位でしょ、ワンツーフィニッシュ、ソシアのインターネット爆発ソシアの宙が湧く、これはキャーだよ、キャーキャーですよ。はい、こんにちは。うん、僕だから2位って呼ばれた時、これもう1位ソシナしかいないから、どっちもなんかやばいって思うじゃん。なんか嬉しいけど、これなんかいろいろやばくねみたいなのもあった。ちょっとなんか結構ガチだし、みんなガチだし、ガチなんだけど、なんかこんなのが、なんかしかも正解した数が一緒ってのも不思議じゃない。僕たち全然違う回答してるからね。ちなみに結構僕めっちゃクイズ間違えてるから、いやでも僕ね、ネットが爆発しちまう、やべえとか思いながら、いやでも本当にこんなすごくない、もう次回無理、僕今回運が良すぎた、だからまあ二度とないチャンスだったの。それをちょっと自分の
あの根のね、なんかちょっとバカというか、そのタイムオーバーになっちゃったりとか、押し間違えとかで、まあいい面もありつつミスって、うん、1位になるとチャンス逃したな。もう次回はないよ。せいや70位だったしね、間。でも、花札マンの隣にいた2人が1位、2位ってすごくない？やっぱ花札マンのパワーえぐいって、マジで。ゆうぐる結構さ、芸能人多くて苦手な現場では現場だけど、まあ好きだけど、でも、やっぱヒコロヒーもいたし、まあ、トム・ブラウンもよく共演するし、でやっぱ花札マンとかさ、霜降りがいたりとか、本当に安心して挑めたっていうのは、もうでかかったと思う。本当に。いや、感謝祭よかったな。本当に嬉しい。僕がクイズ番組で2位なんて、マジ快挙だから。だって林先生とか僕ね、プリーグル散々舐めっぷされてるよ。もうかなり嬉しいんだよ。だからで終わって、まあ、帰り際とかそのさ、なんかブランケット巻いてね、ちょっと滑り倒してたフワがフワちゃんがこう写真撮ろうって言ってくれて、写真をツーショット、初めてじゃない、ツーショット、なんかツーショット撮って載せたら、そのね、ツーショット喜んでくれる人もいたから、でもまあそのフワちゃんとも撮って、ですぐ楽屋戻ろうって思って、戻ろうってテク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 歩いてたら、見覚えのある男が近づいてきて、高橋文也あのって言われて、そのあのの瞬間、僕先週のそのラジオの記憶がパッと蘇ってきてしまって、もう正直アドレナリンで喋ってたから記憶なんて消し去られてたよ。けどもうあのもう一言でバーッと蘇ってきた瞬間、もう冗談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 です、冗談ですよ冗談冗談嘘嘘嘘嘘、うん、全然冗談冗談、うん、高橋文也は何も言ってないのにポカーンとしてて、冗談冗談冗談とか言って、うん、あれ違う違う違うとか言って、ちゃんとあっちもさ礼儀というか、なんか丁寧にだ、うん、挨拶できなくてすいません、今年3時さすがに待てなくてみたいな、今年もよろしくお願いします、いや嘘嘘嘘嘘嘘違うから違うからでね、そういうの、うん、聞かないでなかったことにとか思いながらもうあんなのもう本当冗談だからとか言ったらね、もう本当に本当に、でも残れなくてすいません、よろしくお願いしますとか言っても、はいはいはいなんかごめんな高橋文也こんだけネタにしてあったら、はい冗談冗談とか言って、もう挨拶くんなもう挨拶くんなよ、もう人見知りキモいから僕ここで一曲お聴きください。今週のオールナイトニッポンプッシュ、宮部でブロークンファンタジー。
あのです。生きるのクソ下手。あのは生きるのクソ下手。財布はすぐなくすし、ウーバーイーツでミートボール頼もうとしたら間違えてオートミール頼んじゃうし、服もシワシワ。このコーナーではそんな僕みたいな生きるのがクソ下手っぴな君たちに、一人じゃないよと言いたいコーナーです。じゃあ紹介していきましょう。ラジオネーム透明色メガネさん。普段喋らなさすぎて車の中で1時間雑談しただけで声枯れた。あー、いやこれね、僕もうあったな。最近はもうラジオでそれこそもう鍛えられてきてるけど、前はアイドル時代なんてもう本当に喋らなさ、1日喋らないから、ちょっと人とそう1時間ぐらい喋っただけでもうめっちゃ声枯れんの。っていうか第一声がまあもう枯れてるから、何なんだろう、出さなさすぎて声を。これはちょっとわかるわ。強くなったな声、喉。ラジオネーム犬ゴリラ飼育員さん。そうめん茹でるときお湯沸かす時間がもったいなくて、水からそうめん入れて茹でたら全部溶けた。え？溶けんの？え、なんで？もうふにゃふにゃになりすぎて溶けちゃったの。やば、アホじゃん、ただのアホじゃん。せっかちでもあるし、まあね、ちょっとその横着しちゃうのはあるよね、一緒に茹でちゃう系でも。そうめんは溶けちゃうんだね。ラジオネームパツパツパンツさん。オンラインゲーム他人とやるの怖くてチュートリアルから進めない。マジで？あ、それはちょっとクソ下手だね。これ楽しい？チュートリアルなんて一番やりたくないんだけど。僕チュートリアル飛ばしちゃう。うん、マジであの時間イライラするの本当に。え、ゲーム向いてないよ。オンラインが楽しいんじゃん。だってその人と関わるの苦手な人でもオンラインは人と関われんだけど、喋んなくていいっていうのが特権だでしょ。それすらもきついってことだから、相当だね。かわいそう。ラジオネーム路上ベーコンさん。クラスの女の子がかわいすぎて話しかけれずに卒業した。何これ。何これ。話しかけたらよかったのに、卒業しちゃったもん。3年間。それはちょっとうぶすぎるわ。話しかけれるよさすがに。どうなんだろう。でもむずいか。でもこのメール眩しすぎるよ。何この眩しいメール、かわいすぎる。この路上ベーコンがかわいすぎるもんね。まあ緊張するというか、なんか話しかけられてキモいって思われないかなとか思っちゃうのはめっちゃわかるから、そりゃそうかね。想像では何度もねシミュレーションしたかもしれないけど、今の気持ち忘れないでこの先大人になってください。はい。ラジオネームどこ、ラジオネームなし。はい。スマホなくして探してたらツタヤの返却ボックスに DVD と一緒に入れてた。マジ？わ、これでもやっちゃうかもね。これ僕やったことないし、なくてもやりかねないね。確かに入れちゃうチャンスだわ。これはあの袋はね入れやすいしね。これどうやって気づいたんだろう。スマホ探してたら、あ、そういうことか。でもこれはやっちゃうやつだ。僕も結構、まあ、これはないけどゴミ箱にねやっぱ入れちゃうから、それって一緒でしょ。これはクソ、これ生きるのクソ下手ですね。代表格これは。ちょっとラジオネームだけ書いてほしい。はい、今夜のクソ下手は以上。引き続き生きるのクソ下手、人生エアポの君からのメールを待ってます。受付メールアドレスはano@allnightnippon.com、 ano@allnightnippon.com、 ANO でアノです。懸命にクソ下手と書いて送ってください。笑いとは
地球上で一番苦しんでいる動物が発明したものである。ニーチェ。だいたい夜は一人でうちの中でろくでもないこと考えてる間に終わっちゃうね。いつ電話してもいないって言うけど頭の中で爆音で音楽が鳴ってるから聞こえねえよ。迷子になった覚えはない。スピードに乗ってる実感もない。でも最後に飛び乗ったってわけもなく、それは単純だけど少しの目の位置で何でも変われるって。馬に変身盛り上がってない時も何らかの楽しみ方があって、迷子になった覚えはない。スピードに乗ってる実感もない。でも最後に飛び乗ったってわけもなく、それは単純だけど少しの目の位置で何にでも見えるっていうこと。迷子になった覚えはない。スピードに乗ってる実感もない。でも最後に飛び乗ったってわけもない。お送りしたのはゆらゆら帝国で考え中でした。
マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロにこの人が来ます。えなこ、超一流コスプレイヤーのえなこさんが来てくれます。野田さん、非常に楽しみですね。いや、俺は別に全然普通かも。野田さんもドキドキしています。放送は4月18日木曜深夜3時から。いや、ドキドキも何もあんま興味ないかな。三四郎のオールナイトニッポンゼロスペシャルウィークにこんなことやります。三四郎オールナイトニッポン10周年記念バチボコプレミアムライブ in 日本武道館、チケットオフィシャル先行。武道館で行われる番組イベントのチケット販売を生放送中にスタート。放送は4月19日金曜深夜3時から。奪ってでも掴み取れ。アノのオールナイトニッポンゼロ、アノのオールナイトニッポンゼロ終わり。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。日本放送ではこの後4時30分からは上柳正彦朝ぼらきをお届けします。あのに今夜の採用者はラジオネームウーロンさん、ラジオネームシェイプオブユーさんでした。ありがとう。メール読む。ラジオネームダブルステップさん、 M1 みたいなこと聞いてすみません。賞金50万円の使い道は何ですか？ M1 みたいなこと聞いてすいませんいや確かに、いやそうなの、賞金2位の人は50万もらえるの？これ本当もらえるのかな？え、もらえんならどうしよう。え、何？なんかもう、ブランド物買うシンプルに、シンプルに、やっぱそこは女そこは女、ハッシュタグ PR バレンシアガ超バレンシアガのバッグ50万いやでも100、でもさ、ガチ勢の100万優勝者1位の100万に運だけで2位になった50万ってすっごいでかいよね。ちょっと使うのもったいないもんね。まあ、けどバレンシアガの50万バック PR ですです価値高いよこれ。もこのこの10万は運だけでいったから、ね、ラジオネームマロさん、感謝祭2位のあのちゃんに問題です。ケツメイシの桜でヒルリーラーと言ったかいさ、35回以上か35回以下か、え、レディーゴー。え、ちょっと待っていやーラー、え、答え載ってんの？正解35回以下か60回。ええ以上、35回以上以上。え、ま、外した？最悪じゃん。なんでだよ。え、そんな言ってた？え、そんな言ってた？僕くそ1位ならず。いやでもほんとこんぐらい、あの勘だからね、あれマジで。みんなそう、みんなじゃないかもだけど、これが2位よ、この勘なのよ。運使い切ったもう。うん、そんぐらい運ゲーでした。うん、2位ということで、ちょっと皆さんいたわってください嬉しいです。ここまでのお相手アノでした。出がれば他にもあれがありました。アノです。アノのオールナイトニッポンゼロ17限定のアフタートークです。俺最後入りきったのあれギリ、いや詰め込むとああなるねちょっとね、そう何言ってるか分かんないいやでもまあ感謝祭よね、やっぱ2位、素晴らしい。こう運だけで言ったらもうやっぱ1位がガチ勢だから、そしな、あと伊沢さんとか、そこなんか嶋佐さんとかも多分対策とかめっちゃしてるタイプじゃん。そういう人がいる中で運だけで言ったのはちょっとすごかった。で次回は期待しないで、本当に知識とかでもないから、たまたま持ってる知識とかでもないから、普通に次最下位の可能性もある。僕だって1回目初めて出た時、そのマラソンとかはあの当ててるけど、50何位とかだからね。本当にそういう世界。マジで。むずいのよ。芸能人多すぎるしさ。うん。本当に。花札マン70はやばいっしょ。僕、せいやが、だから70
70位で出た時もうなんか笑っちゃったもんね。え隣でなんか諦めたらダメとか言ってたやつがなんで70位なの。まあ途中抜けてたとはいえ、でもマラソンのあのさやってる最中って問題ないから、そんなにそんなじゃん。まあ言っても何問か抜けてるかもだけど、70位ってなんてお前が。あのちゃん俺たちはピリオド狙おうとか言ってたんだよ本当に。ピリちゃんよ俺たちはとか言って、でもう途中途中諦めたらダメよとか言ってたのに 70? なんで両側1位と2位なのに。謎だった本当に。あの走り方何、花札マンの。もう花札マンこうやってるしさ、もうスタジオの方で粗品が「佐野行け!」とか言ってもう立ち上がってさ「よし!」とか言っても、怖いから、せいやおもろとかじゃないのよ。もう僕は「金太郎」と「ゲゲゲロゲゲゲロ」ってやってるし、カメラに抜かれないのに、カオス、本当にカオス、マジでカオス。なんか怖い。もう、カオスすぎた。今回ちょっと、あそこの席、もう、ごちゃごちゃしてた。すごかったね。いや、そんな中、無事ね、いい成績残せた。もう、二度とないです、あんなのは。もう、楽しかったですね。はい。で、桜とも、もう桜も散るので、まあ、まだね、桜を満喫してない方は、ぜひ、PR、ハッシュタグ PR つけて、インスタにでも投稿してください。まあ、そういうのが生きる道だと言うならば、うん。僕は推薦しませんけど、僕はもう、春終わりました、今年は。うん。早いかな。まあまあ、でも終わるよ。もうすぐ夏です。夏服楽しみだけど、もう夏か。あっという間に1年経っちゃうよみんな。頑張ろう。来週みなとさんだ。どうやろうか、もうちょっとマジ何もわかんないけど、まあなんとかなるでしょうと。うん、楽しみなんで、ぜひ見てください。アナのオールナイトニッポンゼロは、毎週火曜深夜3時から17でライブ配信してます。誰でも無料でスタジオの様子を見ながら、オールナイトニッポンゼロの放送を楽しむことができます。というわけで、あのでした。また来週。バイバイ。